いつかの放課後の約束、あの塔まで私は行くんだ。今はもう遠いあの日、僕たちは叶えられない約束をした。激しい激しい熱や喘ぎの間から、お前は私に頼んだのだ。銀河や太陽、飛剣などと呼ばれた世界の空から落ちて。すごい飛行機。いつか必ず行くんだ。国境の向こう、見知らぬ北海道にそびえるあの巨大な塔まで。ね、じゃあ約束。でも僕を囲む世界はこの先何度でも僕を裏切る。僕だけが、私だけが世界に一人きり取り残されている、そんな気がする。中学3年の夏に発症、この3年間眠り続けていると。沢渡の夢を見るんだ。何度も繰り返し。そいつ一番の友達だったんです。君らの理念は南北統一じゃなかったのか。覚悟のほどを見せてもらおうかな、ヒロキ。サユリを救うのか、世界を救うのかだ。ヒロキ君、タクヤ君、あの白い綺麗な飛行機は海の向こうのあの塔まで無事に飛びましたか？雲の向こう、約束の場所。